の火曜日には小諸市でまず最初の公演を行いました。当日もたくさんの人にお越しいただきまして、この市民の力、そしてこの芸術にかける力というものを体感いただきました。この心のミュージカルですが、10回を超える歴史の中で長野市での公演は初となります。本日の公演ですが、ご存知の方も大勢いらっしゃると思いますが、女性評論家、長野県佐久市の出身、丸岡秀子というですね、女性の地位解放、そして女性の立場向上を広く訴えかけた女性活動家、評論家がおりました。その必要性をかねてから強く訴えていた、この長野県出身の丸岡秀子、果たしてどんな人物だったのか、また丸岡秀子の生涯とは。ぜひ皆さんもこの熱い思いを、そして災害を乗り越えて今日に至った参加者の思いを感じてください。およそ2時間今日の作品があります。ぜひこの感動作品を題して心のミュージカルを感じください。主役は会場の皆さんも一緒です。皆さんと一緒に作っていくミュージカルです。それでは皆さん、どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。しましょう。女の
生き方を。
Thank you.
になるんじゃないか。幼子にもそれは分かった。だから必死に探した。死に物狂いで追いかけた。しかし二度と会うことは叶いませんでした。生まれてから小学校を出るまでに母が三人いた。後に秀子からそう聞きました。一人目は顔も知らない生みの母、次さん。そして、乳母の初さん。さらには、育ての親だった母方の祖母、キーおばあさん。さて、中海権現堂にあった母方の祖母の家に来て、三年が経ち、秀子は7歳を迎えました。くれぐれもお頼みしやす。御家が秀子のことを忘れてしまわぬように。自分の子を忘れる親などいるか。けど、一日も早く消すのがあの子のためでやすからな。くどい！何度も言うな！おい、秀子！秀子！Thank you.
になって、確か小学校の2年生。おお、そうだそうだ。今朝平さん、あ、今頃奥の酒蔵に先に挨拶をしてくるからな。はい。おいおいおいで。おい、ひでちゃんも頼むよ。Thank you.
ほら、顔を見せておくれよ。嫌だ。お前を心配してわざわざお越しくださったね。嫌だ。辛い境遇を少しでも忘れようと、おじいさん、おばあさんの目を盗んでは幸せを探す遊びをいろいろやった。これも後に秀子から聞いた話です。結局父のもとに引き取られることのないまま、年月は足早に過ぎていきます。そして秀子が10歳となったある日のことでした。仕事を覚えるのは
安い女にだけはなるでねえだ。はい。あ、じゃあな。女って、女に値段ってあるか？
何もしてやれん。お前のことはわからないのだから。
引っ張るぞ、せーのっと、ほら、行くぞ、せーの。へえ、これがサイコロか。見せたいものって何でやすか。ほら、上を。あれは地図だ。地図、あのど真ん中に書かれているのがここ中込み。その周りには上田、松本、さらに外には東京、大阪、九州だってあるぞ。それだけじゃない、日本国を取り巻いてニューヨーク、北京、ヨーロッパの諸外国がある。これが世界だ。中込みは世界に囲まれているのか。囲まれているんじゃない、ここから広がっているんだ。そして縦に横に都市と都市が線で結ばれている。先生にはこの都市を結ぶ線が命のつながりに見えるんだ。どういうことでやすか。命って何かな。大事なもの、心。そうだな、そしてとても尊いものだ。一人一人の命は小さい。例えるならまるで大都市の中にある町、町の中にあるちっぽけな村みたいなもんだ。それがあっちでつながり、こっちでつながって大きな社会を作っていく。命とはそういうもの、つまり源ってことかな。だから命はとっても尊い、決して粗末にしちゃいけない。それをみんなに教えてくれてるんじゃないかな、この地図を。先生、タネちゃんの購買寄付なんとかならんでやすか。人にはそれぞれ運命というものがある。タネは工場に行く運命なんだ。運命には逆らえないのでやすか。大切なのは運命に負けないこと、負けてはならないということだ。先生には運命を変えることはできない。けどお前たちには運命に負けないための力をつけておいた。全部の力じゃないかもしれないが、その根の部分を先生は養った。ひでちゃん、俺工場で頑張るから。姉ちゃん、ひでちゃんは長野の女学校行って勉強しろ、俺の分までな。今二人は生まれたこの中込みに立ち、日本を見ている、世界を見ている。ひで子。はい。いいか、この地図をしっかり目に焼き付けておくんだ。タネ。はい。どこへでも喜んでいけ。何かあったらこの地図を思い出すんだ。そして忘れるな、ひで子も、タネも、いつだってどこにいたってこことつながり、結ばれているということを。Thank you.
第1部が終演となりました。